はい。皆さん、こんにちは。しンアオです。えっ、ー、と、ここのところですね。金先物の,の、えー、チャート分析の方を、えー、自分の中でやらさせていただいています。えっ、ー、と、こちらが、今現在が2月14日の未明ですね。日本時間の未明というところで、えー、 日足の方の振り返りをやっていきたいと思います。30分足の方の振り返りは、えー、ちょっと2日、あのー、まあ、サボってるわけじゃないんですが、更新が追いつかなかったというところで、ちょっと一気に、あのー、まあ、全部振り返りですね。あの、予測というよりは、まあ、瞬間瞬間勝負なので、どちらかというと、こう、試合が終わってそれを振り返るみたいな、そんな感じで僕としてはと。 いますただまあ、日足とかの場合は、えー、先が見通せるものもあったりはしますので、えー、触れていきたいと思いますね。はい。えー、まず、ちょっとまあ、思い出していただければと思うのは、えー、まあい、まあ、こう見えてないですけど、1万円の大台を超えたのが、12月当初にありました。12月の、まあ、3日だったかな。えー、3日だったかにあってですね。 1>, で1万円っていうのを、まあ、えー、経験したんですね。1万円、1グラム1、1万円と。まあ、あの、市場では実は見たりするので、先物には、まあ、そ、ね、金利が乗っかってたりするみたいな話は、まあ、別としてあるんですけど、まあ、大台があったと。で、その大台に対して、えー、まあ、ずっとこう、上昇トレンドで来ているんですけど、いよいよなんかこの三角、 にに詰まっったたたよようななな感じになってきたよみたいなでここで一回上抜けようとしたけどまあ元に戻ったところで実態としてここで上抜けてきてどうなるかなと思った時にまあ結論だけ言うと下げたんですよね。でそこのえー、っとここの下げのところでの相場の、えー、エントリーポイントについては、えー、結構細かく。 あの動画を撮りましたで、その後の、えー、ところからお話を進めていくという感じですね。えー、まず、えっ、ー、と、ここの跳ね返りで、まあ、その、細かく説明したときのエントリーポイントが発生したよっていうところで、ここの上値を一応気にしながら、やっぱ下げましたっていうところだったんですけど、 えー、まあ日本の,あの、まあ、祝日が1日あったもんですからここ実は2日分入ってますこの足の中にですね。でまあそこでちょっとややこしくなるんですが、えー、ただまあ下げがあってえー、上げがあってそして下げがあったっていう <laughs>。 そこなんです30分足を見ないとちょっとまあ分からないとは思うんですがまず下げがこのこの足の中で下げがあったっていうところで、えー、一旦警戒されるのはここなんですねここと同じになって跳ね返るっていうのが1個あってあの警戒されるところがあってそして、えー、次に警戒されるのは こ,こ,まあ、これとこれはほぼ一緒なので、えー、そこでの跳ね返り、同時音をつけての跳ね返りっていうのが警戒されたんですが、これはその通りになったんですね。で、日をまたいで、えー、この上昇っていうのが起きて、ここでギャップあるんですよ。こことここでギャップ、ちょっと青々で分かりづらいんですが、ギャップがあって、でその後あれ これ上じゃないんだなっていうところで、えー、すごい下落があります。ありました。ぐーっと。なので、これはあのー、一晩で起きたんですね。ここは二晩ぐらい入,入ってるようなイメージなんですけど。はい。そのあたりも30分足でまあ説明はしていきたいと思います。 でえー、とこれはスタンスカーンと言ったんですが、えー、一応跳ね返りがもう始まっていて、同じようにここで切れるかなっていうのもあるんですけど、ここはあんまり意識されずに、この下根の切り下げによる跳ね返りが今効いてきていて、まあえー、上に跳ね返り始めたところっていうところで、えー、14日の未明になってます。 その時間を迎えてるって感じですね。で、このお、まあ、大きな下げも一つドラマがありますし、この上げの中でも、ここの,あの陰線の中にも上げがあったので、ここまでの上げがあったので、ちょっと青だと分かりづらいですね。陰線だとね、ちょっと色を変えたいと思います。陰線の中でも上げがあったので、 こういう中にこの上げがあって、その中で大きい下げがあったというところで、もちろんその前の下げがあって、その下げのエントリーポイントについては、細かく分析したんですが、どこまで下がったかについては、まだ30分足に載せてなかったので、30分足のところとしては、ここからどう下げていったか、ここからどう上げていったか。 そして大きくここの下げについてどうなっていったかっていう、えー、ところを30分足で振り返っていければなと思います。ここの高値がどうつけたかについてっていうのと、ここの下値がどうつけたかっていうところについては、えー、日足の方のポイントとして分かることがないかっていうふうにやっぱり分析するわけですね。あと実態としてのその 骨格みたいなものを一応見れればいいかなということで、えー、この今最新の冷やしの高値についてはちょっと自分としてはポイントがまだ見つかってないんですが、えー、下値に関しては明確に、あのー、ここと一緒ですしここはこう一本トレンドラインが引けるところで止まってるっていうのがあの明確に、あのー、分かるところかなというふうに。 思います。はい。えー、二月十四日の日足に関しては以上になります。 えっと、取れてますかね。はい。えっ、ー、と、14日、2月14日の、えー、まあ、朝を迎えた時点、まあ、13の夜と言いましょうか。まあ、14日の朝方までの日足の分析というので、まあ、大体の、えー、その日のデイトレーディング的な展望の動画を撮っていて、で、 えー、30分足と5分足かな。で、えー、3日間、2日間から3日間分ぐらいの、えー、振り返りをね、まあやったんですけど、えっ、ー、と、まあ、日、より上位の足ということで、えっ、ー、と、週足の方を少しだけ、 少しだけ、ね、あの取り上げたいいと思いますなぜなら、まあ、上位足の方がまあ強いというのがまあ,あったりするので、えー、そこでの動きというのものもちょろっとねその日足のを見た上でというか、まあ、順番的には上位足から見るんですが日足のまあより細かい動きを踏まえた上でもまあ分かるポイントがあると思いますので周足について少し触れたいと思います。 えっと、同時値で、えー、下がってるというのが、これ、あのー、月曜日に起きましたので、ここに、あのー、週足でも、こう、トレンドの、トレンドの転換じゃないですね、えっ、ー、とー、こう、下げが起きてるっていうとこですね、があります。で、下げていて、えー、このあたりに、こう、下足の、まあ、 サポートみたいのがあってきたんですけど、なんとですね、それを割りましたね。で、これが、えっ、ー、と、週足の中で下落基調が、あまあ、1個ブレイクされたというふうに一つ見ることができるので、このまま、えー、日足の方がこう下がっていくのかな、みたいな印象がちょっと残りますよね。 で、えっ、ー、と、日足の方でも繰り返し言ってるんですが、このなんとなくの三角形っていうのは、週足の方でも確認できますし、それを飛び抜けた段階で、まあ、日足の騙しっていうのも起きてますし、週足の騙し,とし、騙しみたいな感じで、まあ、こぼれてこう落ちていく。まあ、ずっと落ちるわけじゃないと思うんですけど、えー、一旦ここで修正がかかるっていう可能性も、 あの、感じられるよう、感じられるような状況かなと思います。ただ、こう確認して、より深いこの下げを確認して、こう跳ねるっていう状況もありえますので、えー、そこは、うーん、そうですね、で、デッドクロスでこう下がっていくというシナリオと、上がっていくシナリオを うまあ見定めつつですね、より下位の足で見定めつつ、えー、進めなきゃいけないんじゃないかなっていうような感じになりますね。はい。えー、周足に関しては、えー、以上ですね。えー、周足でも効いているポイントがある。まあ、形がね、非常に似ていて、なんかそんなにこう、 お互いにこう相反するようなトレンドの形ではなかったので、あんまり今まで触れてきてないんですけど、ちょっとこのブレイクしたっていうのが一つポイントになる可能性もあるので、えー、ちょっと触れさせていただきました。しはい。えっ、ー、と、続いて、週足の今動画を撮ったすぐ後に、えー、続けてやっちゃおうと思って入れたのがですね、トレーディング ビューで、えー、まあ、日本円の円建ての金の相場なんですけど、1時間で出しています。で、そこに、あの、ピボットのウィークリーが今出ています。ピボットっていうのは、まあ、その、この P と言われる価格が、まあ、週単位で出ていますね。ここを中心に展開していくんじゃないかっていうのが、えー 先週の値段をもとにこう立てていって、転換し、まあ R というのはレジスタンスですね。えー、S というのはサポートですね。なので、このあたりをレジスタンスとして、検討できるんじゃないかっていうような基準が、まあ、今見えているだけでも、こう4段階、まあ、レジスタンスとしては、こ3段階みたいなね。その 前後ののの値幅幅によってこの幅っていうのは異なるわけです上昇基調か下降基調かによって、えー、その幅っていうのは異なっているわけですけどこのピボットに基づく、まあ、ウィークリーと一時間足の関係でそれがどれぐらい機能しているかっていうのもまあ一つ価格目標価格というかあの大きく動いた時にどれぐらいまでいくんだろうという目安に えー、一つなるかなというところで、価格が動き出した後にっていうのも含めて、えーまあ、どこで止まるんだろうみたいなのを確認するときに、どれぐらい効いてるかなっていうのを、まあ、3日間分ぐらいちょっと見てみようかなと思います。まあ、これを週足の後に撮ってるってものは、まあ、週足とか日足を見て方向性を確認して、 で30分足とか5分足とかで方向性を確認しながら想定通りだろうと、まあ、想定じゃなかろうとトレンドを確認したらエントリーしていくんですけど、まあ、そのエントリーのタイミングでああ止まるかなとかああここまではいきそうかなみたいな目星の価格の目安を、まあ、どれぐらいつくかっていうことですね僕としてもツールは、まあ、最近見始めたのでちょっと確認という意味で使ってみたいと思います。 ああのー、この動画を通じて確認してみたいと思います。まずこの、えー、この日のここの下落がこんな感じでついているんですが、まあ、当然こう下にを回って、えー、下がってから上がってるわけですけど落ち着いたラインがここなんですよね。ということはこれきっと ちょで、このあと上昇に行って、えー、まあこの辺は正直うね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 してますけど、まあもみ合いで落ち着いたのがこのラインっていう感じも見えるじゃないですか。なので意外と落ち着くラインになんか鎮座してるのかなみたいのはこの辺見えますよね。で、ここを窓を開けてば、 こう大きく動くんですけど、ガーッと戻したのは、なんとこのラインまでですよね。ここ、ちょっと機能してそうですよね。で、この後、えー、また上昇トレンドに行って、ここはちょっとまあギャップがありますけども、ここもまあギャップはありますけども、これはまあおそらくこの辺の、えー、 上昇値がまあ、上値として意識されているので、R1 よりも別の値が意識されてたっていうところで揃ってるのかなとは思うんですけど。で、ここに関しても、ぐーっと下がってきて、まあ、2段階、ここにまあ、ちょっとこう、フラッグみたいなのがあって、さらに下がって、まあ、これすぐ返してますけど、これ機能してますよね。で、 これも、まあ、ダブル状に変えてってると思うんですけど、ここも、えっ、ー、と、ダブルのこの低いところで機能してるというところで、意外とこう、えー、ウィークリーですね、ウィークリーのピボットが機能してる局面が見受けられるんですよね、ここまでちょいちょいですけど、まあ、ギャップがあったりはします。で、日をまたいで、えー、ここは、まあ、 ピボットの上から入ってきて、戻ってきたあ実体の底が、まあ、これ、えー、機能しているような感じもしますし、ここまで行って返す。ここま、まあ、これは越しちゃってますけど、えー、返すとかですね。やや機能しているような感じはすると。ここも返すポイントとしては、一旦返すポイントとしては機能してますよね。 これは、えー、機能してないですね、あまりね。ここは機能してますね。で、これは無視されてますと。ただ、ここは機能してますね。なので、上まで行っちゃおうみたいな感じで、えー、で、ここはあんまり機能してないです。この、えー、周足というのは、えー、機能してるところよりも、なんか、 っ抜けちゃってるところこういうところ、すっぽ抜けてるところっていうのが、まああるかな。これはまあ上,上で機能してるんでいいとは思うんですけど、もう R1 から R2 にいきなり行ってこい行ってこいを繰り返してるわけですよね。なかなか激しい相場あの、30分足とかでやってるのでわかると思うんですけど。で、日をまたぎますと。ここはピボットラインがまあ、あの、上がって。 出まますねがが上がってますで、強烈な、まあ、CPI による下げでも、ここでなんか安定しようとしてるとか、これもまあややギャップありますが、えー、やや、まあ、意識されてるのかなというところで、まあ、このピボットが完全に無視できないんじゃないかなというところで、えー、エントリーのタイミングはやっぱり、 トレンドに乗りたいので、トレンドの形状を移動平均線とか、トレンドラインとかで見,見るのがまあ優先だとは思うんですが、どこまで行くんだろうみたいなのをこう見ていくときにピボットが意外と有効かもしれないということを、えー、見てみました。なので、その自分が見たいと思ったタイミングでパッと見るみたいなね、えー、自分の今のツールではピボット出ないので、トレーディングビューの方を あの見させてもらってるんですけど、えー、ちょっとまあ見てもいいのかなぐらいに、えー、思いました。というところで終、えー、足の後につけたね、えー、その価格感の、えーまあ、別の角度から取ったということになります。